コンタクトスポーツとは、スポーツ全般において、競技者間の接触の度合いを段階づける際に、用いられる表現。コンタクトスポーツは接触の度合いにより段階分けされる。医療上、対象者の身体条件がそのコンタクトスポーツの段階に対応できるかの診断時にも用いられる。コンタクトスポーツではプレイ中に歯を痛めるケースが多く、中でも、 フルコンタクトの競技では、マウスガードの装着が義務付けられることが多い。力を抑制せず相手に直接接触する形式の競技。例、オーストラリアンフットボール、ラグビー、7人制ラグビー、アメリカンフットボール、アイスホッケー、ラクロス、レスリング、水球、ハンドボール、ムエタイ、プロテコンドー、ボクシング、ローラーダービー、相撲、柔道、アーマードバトル、 フルコンタクトから手等力を抑制した上で、相手に直接接触する競技。例アマチュアムエタイ、カンフー、WTF ルールのテコンドー、剣道、防具付きから手等相手選手と接触することもあるが、基本的には距離を置く競技。例サッカー、野球、ソフトボール、バスケットボール、アルティメット等相手選手と接触しない競技。例テニス、ソフトテニス、バドミントン、 バレーボール、ビーチバレー、クリケット、ダーツ、ボーリング、ネットボール、スカッシュ、水泳、チアリーディング、マスボクシング、ゴルフ、WK f ルールの空手等、ありがとうございます。